おはようございます。2021年9月6日月曜日の朝です。今日の体重は 64.95 でした。朝の散歩に行ってきます。今日の朝ごはんはお魚とゴーヤのきんぴら、卵かけご飯後で食べようと思ってます。あとはイカからもらったブルーベリースの豆乳割りとです。夏の思い出1個食べます。今日も山地を撮ります。とってもとっても増える山地は嬉しいですね。美味しそうなとこ撮っておきますね。でもこの産地本当は間引きしなきゃいけなかったんですけど、私間引きしなかったんですよね。時期を逃したっていうか、ぎゅうぎゅうに詰まりすぎてもうなんか手遅れだったので、そのまま育てちゃったっていうか、でもおかげでこんなにいっぱい取れるからいいかなと思います。きっとでも産地じゃない、間引きしたら下できっともうちょっと大きく、一個一個大きくなるのかな。ちょっとその辺はちょっとわかんないんですけど、前にベランダで育てた時は葉っぱがもうちょっと大きく育ってたんですよね。だからなんかそういうのがあるのかもしれないですね。でも今年はこの感じでよかったかも。よいしょ、よいしょ、こんな感じで今日は持ってきます。今日のお昼ご飯はキノコペンネとジェノベーゼの鶏もも皮油なし炒めとポテトサラダです。これから夕方の散歩に行ってきます。なんか T シャツで出てきたらちょっと肌寒かったので長袖着てきました。結構風がちょっとそよそよと吹くと肌寒い感じです。今日の夜ご飯はぶどうです。はい、ということで今日も一日が終わりました。危なかったですね。危なかった。なんか体重計に乗ってはぁはぁはぁってなりながら体重計に乗ったんですけど、なんかギリギリ大丈夫だったんですけど、まあもう65キロみたいなもんですけれどね。でもなんか数字的になんとか64キロ台キープできたから、なんかちょっとホッとはしてます。あーでも危なかったですね。あーやっぱり昨日何も運動をちょっとお休みデーにしたんですけれども、そのせいかな。あーうーんそうかもしれないですね。でもまあそこまで気にしててもしょうがないので、まあ明日はですね64キロ台にまた戻ればいいなって思ってます。でもなあの今日ですね結構、お便がですね、またお便の話ですけど、お便が3回出たんですよね。結構いい感じの2っていうやつが3回くらい出たので、なんかきっとそんなにですね
また65キロ台に入っちゃったっていう感覚は体にはないです。なんかちょっと軽くなってる感じもするので大丈夫なんじゃないかなって思います。で、運動の方もですね、今日マリナさんの運動あんまり無理しませんでした。ちょっとまだ筋肉痛が残ってるっていうのもあるし、きつくはないんですけどね、ちょっとまだちょっと残ってるかなって感じの残ってるので、なので軽めの、まあ、立ったまま腹筋のやつと、ちょっとお尻がピーマン尻が最近気になりだしてきたので、なんかちょっとお尻のやつとかをやることにしました。で、じわっと汗かく感じかな。そんなにすごいハードじゃなかったので、なんかいい感じで汗かけたっていう感じにしました。あとですね、ちょっと私思ったんですけど、たびたび16時間断食夕食抜きのやつを私やるので、夜は本当にあんまりお腹が空かない体質っていうか、なんかサイクルになってきたのかなって感じがします。まあ、もともと私夜ご飯すごい少ないとか抜くとかっていうのをしょっちゅうやってたので、まあもともとそんなにですねお腹夜空かないんですけれども、今日もあんまり空かなくて、一応これ食べようみたいなのはあったんですけれども、お腹空いてないのになんか食べるのもなぁと思ったので、ブドウは食べたかったんですよ。だからブドウだけ食べて終わりにしました。ブドウって言っても果糖が結構多いからなんかいいのか悪いのかって感じはするんですけれども、でもそんな感じにしておきました。なので今日はこの後ですね、もうすぐ寝ちゃいたいと思います。で、結構なんか日中いろいろ仕事の方の作業とかもあるので、またちょっとお庭とか畑とかができなくなってるんですけれども、また時間見てできる時にはもうわしゃわしゃってやりたいなって思ってます。はい、そんな感じでめっちゃ今日話長くなっちゃってすいませんでした。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また明日お会いしましょう。またね。